本日のゲームはエスタディオヌーボートリミントで行われます。はい、この時間はマサトラン対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。紫の、ね、デザインがちょっと変わっちゃったんだよね。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。足出したの。さあファーストハーフ見ていきましょう。サイドを紹介します。皆さんから見て右に攻めるのがマサトラン、反対側右のエンドからが AC ミラン。エンソフェルナンデスからのスルーパスカットされます。サイド広げます。今日はグティがいますが彼も楽しみな選手ですよね。あの左足のパスで多くのファンを魅了しましたよね。なんと申しましょうか、フットボールにエレガンスを加えてくれる稀有な存在ですよね。ボランチが本職なんですがフォワードとしてもプレーできますし得点にも絡むんですよね。はい、グティが紡ぎ出すミラクルなパス楽しみましょう。ずっとグティの話してる。アーロンス、攻撃面でも貢献のできる選手です。喋ってる声って一緒なのかな。アラバ、このボールをカットします。違うと思う、リューディガーの話してた今。グティ本当、うん、今ずっとグティの話してたよ。リューディガー、ここは読んでいました。プティ、ダビッツ、カイセド、モイセスカイセドから右へ。ここでマッチアップ。いやこの辺の攻防は非常に見応えありますよね。でパウルからホドリゴ、読まれた。グティ、さあカウンターのチャンスになります。スルーパスを狙う、これはシュート。おぉ、 AC ミランはアワヤというシーンでしたがここはしのぎます。まず今日の立ち上がりなんですが、両チーム北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずはシノクシュート、いったー。たまウィス・ガルシアが体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。ルーベン・ディアス、ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤を迎えています。ヨークが受ける、スペースを狙う、うん、ゼ・ロベルト、ゼ・踊りゼ・ロベルト、AC ミランカウンターを仕掛けます。何を言ってんのそれ。何で抜けたの。意味わかんなかった。もうパスも下手くそすぎたけど。ちょっと なしだろあれ。意味がわかんなさすぎた今の。なんかパスもボテボテ、あそこ通ると思ったけどパスもボテボテで絶対通らんと思った。直接狙える位置ですがどうでしょう。ありがとう。何ぐちゃぐちゃ。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。なんだいか、ほんもなんか。ここ。パブリファー開いてた。なんか。すっごい開いてた。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。いやダビッツがこれ前出ちゃったのがまずかったな。受けてもよくスペースを見つけてうまく入り込みましたね。4番の人なんかふわっとしてたな。ディフェンスとしてはやられたって感じがするでしょうね。ふわっとサイドについてって。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。これで主導権を握れますからね、はい、この後のゲームプランも見やすくなりますし、チームにとっても大きな一点ですよね。そうですね、サイドへ。なんか本当にヘディングしたそれ、自分の意思でヘディングして今当たっただけじゃない。今開けないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないです、ね、なんでこんなガバ空きなんだ。ああ惜しい。後のボールを入れた、これは合いません。ゼ・ロベルト、さあどうだ、ホードリング、ホードリング、シュートを入れたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。いや思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。これは合いません。さあ左へ預けて、これがつながります。カットに行きます。ルイス・ガルシア、ルイス・ガルシアからヨーク、ドワイト・ヨーク、来た、かわす、かわしてない。やばい、それ仲良く並んで、あ、ちょっと、待って、今ダービッツが2人並んでるの見てたらボール取れてた。ボール取れてた。Z
全然今見てなかった。経過しています。スペースを使う。さあヨーク、結構いいチャンスだったのにな、今の。だいぶ危なかった。ボゲートしててくれたおかげで。ダービッツが2人、ダービッツ2人とかあって。ダービッツが、ダービッツ強。さあカウンターを仕掛けます。アーロンス。ダービッツバランスいいよ。ダービッツへ。あ、やべ。危ね。堅いディフェンス。ちょっと待って。踊り。じゃないよ。危ね。なんか変な動きするな。何今の動きも。審判流しました。サイドバックに上がるなんて今動かしてないんだけど。ルイスガルシア。エンソフェルナンデスへ。なんかアシストモードがつきましたみたいなのがこのことなのかな。アシストしてんの。後半狙っていくのか。アシストっていうリスクをかけて同点狙いに行くのか。予想できない動きで困るんだけど。後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。スペースに出す。さあデパウル。ここはの切り替えも早いでしょ。ホドリゴ。あ、違う。インターセプトを狙う。ゼロベルト。いいね。いいよね。ボランチの選手だよね、本来。いいんだよね。なんか。左サイドバックもできるんだよね。ルーベン・ディアス。でもなんか、守備っていうより、なんか、すっごいドリブラーって感じの。ユディガーから左サイド。え、下手くそすぎん今の。そこにいいですか。ルイス・ガルシア、グティ、ユディガー、このボールに触ります。ちょっと。オープン、オープン。なんか変な動きしない？エンソ・フェルナンデス。さあ一気にカウンター。スルーパスを狙う。なんかすごい位置にパスするね。ロベルトからのボールを守備陣対応しました。そこは対応強。ダビッツ強。ダビッツ強。いいね、ダビッツ。違う。さあ右へ預けて、ドワイトヨークからルイスガルシア。なんか。どうか。ヨーク。危ないシーンでしたが、クリーン。エンス。ビー。今カウンターじゃん。ここからじゃん。おしゃれな色合いなんだけどさ、近くで見ると。紫にちょっと赤いラインを形で後半に向かいます。でも全体的に見ると、の画面で見ると、ただの紫にしか見えない。一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね。後半はわずかなスペースを見逃さないようにして、そこを狙っていくような形になると思いますね。はい、この後も引き続き試合をお楽しみください。さあ、後半スタートです。マサトランとしてはまだ時間ありますからね、はい、ボールをしっかりキープして流れを引き寄せたいですよね。そうですね。ダビッツ、ユディガー、ダビッツ、プティエ、いいな思ったより。ダビッツいいね。プティエ、おすすめでやったらなんかさ、すごいなんか80代多くなるとか、すっごい緑って思ったんだよ、ダビッツ見たとき。ダビッツ能力やばい。これ話してたらなんかすごいポンポンパス通って決まった。ここで同点に追いつきます。ダービッツがシャンプーにかけてる、ね、ダービッツがいい仕事してますね。お互い油断が出てますね。ダービッツが話してたらなんかポンポンパス通ってあれどれゴール前みたいになっちゃった。これスルーパスも良かったですし、ダービッツが上がってきちゃったんだよここ。すごい。互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。いや俺そういうのあんま要求してないんだけど、ここをスイーって上がってきたから、スイーって上がってきたね。よし、なんかよく半笑いでシュート打ってんな。なんでこの半笑い。マサトラム同点に持ち込みました。いや、いいゲームですよね、はい、お互い選手のレベルも高いので、ここから次の1点に向けてどんな変化をつけてくるのか、そのあたり見逃さないようにしたいですよね。そうですね。ナイク足元でコントロール、スペースを狙う。プーティ、あーいい展開ですね、うん、痛い。ここでファールがありました。なんでグティが10番なんじゃい。
しかもなんかこっちがファウルしたみたいになってるけど、クロス上げに行った方なんですけど。ガクポ、ここはドリブルで上がる。スペースを狙った。え、なんで、ちょっと待って、オープンね、押し込むか、セカンドヒルイカ、オープンなすぎ、危ねえ。浮いた、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ、ここだ、危ねえ、これも危ねえ、全部危ねえ、クリアが中途半端で危ねえ、すべてが危なかった今、よう点決められずに済んだな今。いい場面だったな。あぶねえ。スタンドボールは。さあ、よ。開いてる。あぶねえ。なんかね、走抜ける走れる方の足の速さしない。なんとか出します。すごい。ディフェンス、これ負けんな。ここ。はあ。うん、あー、その出ちゃったし、素晴らしかったですね、あの位置からのシュートでしたけども、助かりましたね、出てから触ったのかな、チームを救うビッグセーブを見せました。このゲーム最初のコーナーキックになります。 AC ミラン、なんで、マサトランとしては追いついた分若干勢いという意味では、AC ミランは先ほど振り切られると思いながら振り切られたな。いい流れを作れてますよね。惜しい。ちょっとやり追いつけそうな感じだった。マサトランカウンターから危ない場面を作られてしまいました。そうですね。読まれてる。相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。カイセド、モイセスカイセドから右サイド、この位置で受ける、抜けてくる、そうダービッツ、ダービッツ強い、うちのダービッツの働きもさせろ、なんでグティに追いつけないんだ。ドワイトヨーク裏を狙う、さあ踊り子シュート、なん今目の前いたのに外れたかと思ったんですよ、ね、入りました。踊り子2得点です。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。コースを狙ったいいシュートでしたね。ターンむずい、うまいよな、ね、ターンの相手すんのむずいよな。ロドリゴ、今日2点目のゴールです。マサトラン、ここで1回目のメンバーチェンジです。さあミラン、ここでリードを奪いました。スタート、アンド、グディ、スルーパスを狙う。もういいですね。スペースへ、クロス上げる。マサトランはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。危ない、危ないじゃねえ、ダービッツか、ダービッツ、さあヨーク、ヨーク、いやー、いい反応でしたね、冷静な対応でしたね。ダメ扱いよ、ね、いいシュート打ったやろ。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。やはり相手はカウンター得意ですからね、不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも、どうだシュート、おお、なにそれ、怖すぎ、やめてってなって、うろちょろしないで怖いからでかっ、なにそれ、おっとこれはカウンターいきますね、やべ、さあエヴァイール裏へ出るか、いけるか、ゴールド、あー、クリア、ナイス、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。ロドリからの長い縦パス、裏へのスルーパスと呼んでいた、え、何そこ、攻撃の形は作れてますよね、このまま終わるわけにもいかないですからね。
ユケバキオ。うん、違う。こっちじゃない、パスタイム。通りません。ありがとう。なんかぼーっとしてた今。何それ。うわー、外し。ディフェンスの対応が少し遅れてしまったのか。さっきの今の決めろよ。奪ってから鋭い攻撃ですよ、ね。ここ何？なんかボケなんかボケっとしてた。ますよね。いや気配を感じなかったな隣に。人の気配を感じてなかった。みたいな感じだったけど。マサトラン、今日はちょっと難しいゲームになっていますが、どうご覧になりますか？そうですね、まだチャンスは来ると思うので、そこを決め切りたいですよね。なるべくゴールに近い位置でプレーしたいですよね。このボール奪いに行きます。エンソフェルナンデス、勝負のシーン。うん、スピードアップするんですよ、ここは。これはありません。ちょっと違う。エンソフェルナンデスからのパスはディフェンスが対応。リッチ、さあ左サイドへ。ここで丁寧にボールを扱う。至るとこにいるの。マサトランとしては残り時間なんかダービッツ2人いるように見えるよね。2人いるように見える。どこにでもダービッツいるように見える。スペースを使う。リー・ディクソン、このボールをカットします。やばい。あのね。無理だよ、それは。ヨークが受ける。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。ルイス・ガルシアからグティ。裏のスペースを狙う。ユディガーからクライファート。ここにダービッツがいる。はぁ、あ、AC ミラン、カウンターを仕掛けていきます。さあグティ対応します。誰、ダービッツ、誰か動くの。ワンアシストです。ここは繋がりました。マジかよ。勝った。上です。やーべ、負けた。やった。マサトラ、ボドリゴ。好ゲーム。あと一歩及びませんでした。あれした。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。マサトランとしては今日はホーム戦でしたから当然勝ちたかったはずなんですけどもね。ホーム戦だったんだこれ。ちょっとこうそれを少し考えすぎたのかもしれませんね。なんかメキシコ、なんか言語何語だろうなと思ったんだよな。なんか放送おかしいなと思ったんだよね。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りしました。インカウンターだから。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。マサトランが2対1で試合を落としています。キーパーかけやな、まあ、1点決められてもおかしくなかったからな。あそこの場所あったから、ね、決定機ポンポンした時ね。そうそうそう、どっかで決められてもおかしくなかった。あれはてか3回目あんな浮かせると思わなかったな。なあれ絶対決まったと思った。ホドリゴ決定率いいね。グティのアシストからホドリゴ。てかそう、あれを左サイドにちゃんと置いてたの偉いわ。俺右置いちゃってたのかな。シュートシュート、あ最後のシーンないし。パスパスパス、ドン。ああよーく同じ場面見てる。ん、あスペース。ヨークのスルーパスうまこのヨークってあれじゃないの、この後ボランチに移行したヨークじゃないの。怖かったんだけど、間違った。